なぜあんなに幸せそうなのか、この番組を最後で見ていただくとその理由がわかると思います。僕の中でこれはね、歌詞が大切。そうやって考えるとピアノは一部なわけですよね。何かに自分の大切なものを預けたり、何かの部分を自分の代わりに守ってもらったりしてないわけですよね。それが YOSHIKI の生き方、 YOSHIKI のイメージが全て。だから YOSHIKI のイメージ通りに形にするためにはピアノだけではない、たくさんの楽器がある。それをイメージ通り形にしていく。ピアノを大切にしていて、ピアノの前に座るととても幸せそうな顔。